現在のサン・シルベストロ教会。聖母のエリザベト訪問は、正規ルネサンスのイタリアの巨匠、ラファエロ・サンツヨが1517年頃に制作した絵画である、ユサイ。主題は、新約聖書、ルカによる、福音書一章で語られている聖母、マリアの訪問を受ける聖エリザベトから取られている。教皇自重でありラファエロの友人であった、 ジョバンニバティスタ・ブランコニオの発注で、アブルツォ州アクウイラノサン・シルベストロ教会の、ブランコニオ・ケレイハイドのために制作された。現在は、マドリードのプラド美術館に所蔵されている。ブランコニオ・ケレイハイド壁画は、ジュリオ・チェーザレ・ベデスキーニによって装飾され、祭壇には、複製が置かれている。ヘロデ大王の時代にザカリアという名前の祭司が、 アロン家の娘エリザベトと結婚した。しかしエリザベトは不妊であったため、二人は子供がいないまま年をいた。ある時、ザカリアが主の聖書で功を焚いていると、天使ガブリエルが現れて、エリザベトが男子を産むので、ヨハネと名付けるよう告げた。しばらくしてエリザベトが見ごもると、ガブリエルはナザレに住む少女、マリアのもとに現れて、同じように男子の誕生と、 子供にイエスと名付けること、さらに老年のエリザベトが身ごもって6ヶ月になることを告げた。マリアは急いでザカリアの家を訪れてエリザベトに会った。マリアの声を聞くとエリザベトの子供が彼女の体内で歓喜した。この時発したマリアの言葉はキリスト教の聖歌、マニフィカトとして知られている。マリアはザカリアの家に3ヶ月ほど滞在した後帰った。 その後エリザベトは男子を産み、ヨハネと名付けられた。ラファエロは、重子の聖エリザベトを訪問する聖母マリアを描いている。両者は、ヨルダンガーの流れにほど近い風景の中に妊婦として描かれているが、年齢によって明確に区別できる。画面右の聖母が若い女性として描かれているのに、対して、左側の聖エリザベトはほとんど老婆として描かれており、それによって、 彼女の妊娠の奇跡が強調されている。聖母は大きくなった腹部に手をやり、エリザベトは遠路はるばるやってきた彼女を親しげに出迎えている。画面左側の円形では未来に起こる出来事が描かれている。すなわちヨルダン側のほとりでイエスに洗礼を施す洗礼者聖ヨハネの姿がある。また、上空の雲間からその光景を祝福する父なる神の姿が描かれている。 ジョバンニ・バティスタ・ブランコニオは父マリノ・ブランコニオの妖精で絵画を発注した。絵画の発注は、ブランコニオ家の社会的経済的対等を物語っている。主題は、間違いなく、マリノ・ブランコニオの妻と息子の名前がエリザベトと、洗礼者ヨハネにちなんでいることから選択されている。画家の署名は、金の絵の具で画面左下に、ラファイエル・エルベナス、F。 また画面中央下部に発注者の名前がメロネス・ブランコニュース FF と記入されている。ラファエロは報酬として300スクードを受け取ったとされるが、制作全体をラファエロ自身が言ったかどうかについては疑問視されている。ルーブル美術館に所蔵されている聖エリザベトの頭部の準備素描は絵画がラファエロの手によるものであることを証拠立てているが、実際の制作を担当したのは 女子とする見方が強く、貴族について、ジュリオ・ロマーノ、ジャン・フランチェスコ・ペンに、ペリーノ・デル・バーガなどの名前が挙がっている。制作された絵画は1520年4月2日までに、サン・シルベストロ教会のブランコにおけ礼拝堂に設置されたが、1655年に、ラウリート公爵を通じて、スペイン国をフェリペ4世に売却された。これに対して、教会の参事会は、 絵画の撤去に抵抗するため教会を閉鎖したが、2週間にわたる膠着状態の後に教会の壁を破壊された。絵画は運び出され、エルエスコリアル修道院に移された。1813年、絵画はナポレオン・ボナパルト政権下でスペイン王となったジョゼフ・ボナパルトによってパリに運ばれた。返還された絵画が、 プラド美術館に所蔵されたのは1837年のことである。絵画の指示体は板からキャンバスに移されたが、保存状態は全体的に良好である。現在のサンシルベストロー教会には、ジュリオ・チェーザル・ベデスキーニがブランコ・ニオレ拝ハイドをフレスコ画で装飾した時に制作したと思われる複製が置かれている。ありがとうございます。